冲绳北部的本部町是前往美丽海水族馆的必经地区，珊瑚探索之旅就从本部町的山川港口出发。这一天的水温在摄氏 23.5 度左右，正好是日本的梅雨季节。而常年关心冲绳海洋生态的资深摄影师表示，暖化现象使得天候难测，看起来似乎是个飘雨天。夜7時過ぎにサンゴの様子をチェックするため潜ります。ここの場所にはテーブルや枝といった緑石の仲間が密集していて、5月にサンゴ産卵を観察するにはベストポイント。水深3メートルから12メートルでまずは早い時間に産卵するサンゴを探します。晚上7時40分、熟门熟路的向导带领着团队近距离观察柔枝轴孔珊瑚产卵，粉色的卵囊清楚可见。すでに半分以上のバンドルが放たれた後、産み始めて10分くらい経過していた感じです。残っているバンドルの数は少なかったのですが。第一波行动之后稍作休息，摄影团队再出发，在黑暗的海里继续寻找产卵的珊瑚。水深5メートルでセットされている状態のサンゴを発見しました。セットとは、当日産卵する確率 100% の状態のことで、私たちはセット完了と言っています。ダイバー用語またはサンゴ研究者で使われているだけの用語かもしれません。今か今かと海へ放たれるのを待ち望んでいる感じですね。时间来到晚上的10点半，白仙阁把珊瑚当床正好眠，原尾炫鹰嘴鱼则是直接熟睡。这时候以平台状珊瑚为主的珊瑚开始产卵。直径1メートルに育ったテーブルサンゴも産卵してくれたので、とにかくバンドルの数が多い。バンドルは水面まで到達した後に弾けて別のサンゴと受精します。産卵開始から15分が経過すると、中層にあるバンドルの数もかなり増えてきました。提到珊瑚产卵，往年恩纳村的浅滩会比冲绳本岛更早，石垣岛跟西表岛同样也在这个时候。虽然气候欠佳，还下雨，但总算是顺利完成。有报道指出，海水升温让不少珊瑚出现生存危机。摄影师则说，这几年冲绳周边海域的珊瑚繁衍生存逐渐平稳恢复，就跟自己33年前出来冲绳时所见的海景十分相似。看到今年的珊瑚产卵，让人相当的振奋。産卵はおよそ1時間続きました。水面はまるで天の川のよう。水面に上がるとピンク色の海。冲绳周边还有不少珊瑚栖息，一直到10月左右都还会持续的产卵繁衍。摄影师强调，海洋生态的珍贵需要大家一起守护，自己也会一直关切并且观察拍摄冲绳海域的珊瑚，让大家透过镜头来感受这些生态的美好。 TVBS 新闻，徐启邦综合报道。